はい、菊田です。だいたい3本連続で撮ってんなって感じですけど、次はね、成功したイメージを常に想像する。成功したイメージを常に想像する。これね、成功したというか、もう自分がなりたいイメージ、何かやった時にうまくいく、あの、想像してほしいのよ。できるだけもっととっことんうまく、なんか今度なんかピアノの発表会あるわって言った時に、ピアノの発表会ですごいみんなが総立ちで、あなた最高、やっぱあなた天才だったのね、的なね、このわかる自分が何かしようとした時に、それがすごくうまくいったイメージを妄想しまくんのよ。もちろん、あの、あれよ、うまくいかなかった時の対処法のために最悪の場合を想定して考えるっていうのはすごく大事なんやけど、でもそれよりもうまくいった時のイメージばっかりするのよ。それ想像してる、常に想像してる時ってイメージがうわーって、うまくいってる時のイメージを考えてる時、その絵が浮かんでる時ってめちゃくちゃうまくいくため の、 あのアクションを自然と体がするようになるので、自然と頭がね、あ、もう脳みそすごいよ、あの、イメージするいいこと、自分がそうしたいってイメージすればするほど、そっちに向かうように頭がシフトしてくるの。なんか人を集めて、なんかイベント起こそうぜ、お祭りとかしようぜとか、なんかなった時に、その時にこう集める時に、すっごい集まってて、みんなが喜んでいるイメージってすごい盛り上がって楽しいイメージを、どん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 明確にしていくと、自分がそうするために行動していくの。そういう風にね、頭が考えるようになる。これね、よく、思考は現実化するっていう本とかね、あるけどね、ああいうのと一緒でね、思考がイメージしていることに対して自分が追いつこうとするんだよ、人間って。で、脳みそってそういう風にできてるから、すっごいうまくいったイメージばっかり持っときっていう話。そうするとね、あ、うまくいくんだ、うまくいくんだ、うまくいった、おー、めっちゃ嬉しいなるやん。めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいやん。あ、やろうみたいな感じになるから。はい。すごいね、良いイメージ。もう、うまくいってる自分がね、すっげえ、あー気持ちいいっていうような、ね、イメージをね、してみながらね、物事をね、挑戦してみるなり、してみてはいかがでしょうか。菊田でした。じゃあね。